どうもこんばんは、なっちでございます。学園ガチャというか学園なんですか、学園のやつ来てますよね、1週間前ぐらいから。まあ明日で終わってしまうんですかね、これはね。ですね、あと1日でございます。まあ新キャラが出て、で昨夜が進化してということで、まあちょこちょこ強化はあったんですけども、てかさ、てか昨夜は出なくなったんだ。一応存在はしてよね、確かね。購入はできるんでしたっけ。なんか前は出た気がしたんだけどね。存在はするんだね。星8なんだね。なるほど。そう、昨夜だけしか進化しなくて、で、クローズも新キャラ一人だったり、なんか最近ね、聴覚生追加でこう、済まされちゃうことが多くて、まあ、それは実際どうなんだと、ね、まあ、思うわけですよ。実際限界突破して、聴覚生つけたら、まあ、正直、究極分の性能ぐらいは強くなるんですよね。ただ、それはソロ限定の話なんで、マルチでは効果ないんで、ね、アテナちゃんとかもさ、一応さ 2% っていう非常に低い確率で出てくるキャラクターなんで、ちょっと残念だなという状況ですが、聴覚生と限界突破どんなもんなのかということで、今回は使ってみたいと思います。悪くないと思うんですよね。ウェイ4つにしかもバインド効かなくて、で捨てもこんだけね、回復も1200ありますから、バランスがいいんで、まあ、強いて言うならスキルが残念ってとこと、リーダースキルが若干火力不足かなってとこですね。2年前ぐらいまではすごい強かったの。ハイブリッドすぎたんだよね。いや、どうだろうな。スキルが3つ腐っちゃってるからな。ターディスに、あれつけて、サマソつけて、だってさ、このパーティー変換ないんだよ。やばくない？威嚇と毒で、で、パオルムでしょ？で、風神、オデドラっていうね、変換全くないんで、ターディスに、毒耐性がそんなに必要ない可能性もあるよな。どうしたらいいんでしょうね。やってみるか。負けたら負けたら変換ゼロはやばいですね、みたいな。なんかそんな感じで。あとそうだ。この火の精霊をボーマ。明日ガンフェスがあるんですけど、福岡でしたっけ？博多かな？わかんないけど。福岡のガンフェスに行く方ね、ちょっとお願いがあって、ぜひ、開ける方で連れてってやるよって方がいたら、ぜひちょっと、私をね、コンテ動画撮りたいんで、ぜひ連れてってください。よろしくお願いします。一回で切ってもらっていいんで。北海道と福岡はね、ちょっとね、どう頑張ってもね、厳しいんでね。で、リーダースキルが、スキル使用時なんですよ。で、アテナ連発してってもいいんだけど、まあ、ここはやっぱね、優秀なターディス使っていきましょう。では、行きます。目覚めループくらい欲しかったかな。目覚めループいいよね。こういうパーティーに。てか、風神が2枚も必要ない説。風神持っとっても、そもそもヘラドラを倒すような変換ができない説。いろいろな説がありますが、大丈夫でしょうか。変換なしでも、闘技場3は勝てちゃうんだぜってことを証明できたらいいんですけどね。できればオシリスが来てほしいなと思っております。もう頼みの綱はそこですね。常にヘパドラみたいなさ、状態なんだよね。スキルはもう、ターディスを使っていくだけっていうね。これで多少貫通はできるのか？水はいないけど、風神とかがなんだかんだやっちゃうでしょう。やりませんでした。これひどい話だよな。木消しやがったし。アテナさ、こんだけ 2way ついてんのにさ、風神に一瞬で負けるんだぜ。コンボ強化おかしいんだって。なんでそんなコンボ強化って強いの？なんかウェイもさ、もうちょっとさ、ね、今火力上げちゃうとシアトとか強くなりすぎて困るけど、なんかバランスをもうちょっと見直してほしいよね。敵が複数体出てきたらいいんじゃねっていう説もあるんだけど、結局それは全体でいいし、ね、バッジもあるわけだし。ウェイとコンボ強化合わされば強いんだけど、ウェイだけのキャラクターになんか救済が欲しいよね。それこそ覚醒がさ、こう、まとまるみたいな。
操作延長プラスみたいな、そういうのがあったらいいんですけどね。まあでもこういうタンとかを倒すときはね、複数にダメージ与えれますんで悪くはない。なんか最近はすごいね、ツイッターが野球で盛り上がってますね。うちはテレビがない上に野球もそんな興味ないんでよくわかんないんですけどね。そもそも親もね、そんなにね、親父もね、野球に興味がなかったというか、昔からうちの家庭で野球が流れてることはなかったし、全然わかんないんですけどね、盛り上がってるねって話ですそんだけです。あとは他に話題あったかな。なんかそう、寒かったり暑かったり大変ですよね最近。窓開けて寝たらさ、今日は寒かったし、まあ、昨日は12時間寝てしまったんですけど、あの動画上がんなかった時は何かあったんじゃないかってよりかは、あいつ寝てんなって思ってください。何かあることはそうないんで、あいつ寝てやがるなと思っといてください。たまにやらかすんですよね。そろそろ冬眠の時期はね、終わりのはずなんですけどね、寝ちゃうんですよ。なんでなるべく早起きして朝動画撮って作っておいて、そっから一日始めるのが一番やっぱ理想的ではありますよね。はい、ピュアスマイル大丈夫、全員バインドかよ。ターディスはやめてくれ、いいぞ。そこね、結局一体はね狙ってくるね。ここは一旦待って、次ウェイで倒しましょう。風神がやってくれる可能性もありますが、多分1体しか落とせませんので。そう、なんだかんだね、僕ねケチってねスキル使っていかないんで、逆に変換なしはね意外と合ってるかもしんない。お前スキルケチりすぎじゃねってね思う時あると思うんですよね。ケチンボなんすよね。どっこらせい。最近ドラゴンキラーが不足しております、くださいな。おーマジで、ちょっとこの勝てるか分かんない時にね来ちゃうのがやばいんだよね。毎回そうなんだよね。勝てるなこれはって時にミスって取り逃すこともあるし、お前何年パズドラやってんだよみたいなねミスをたまにしますから。あー待って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 、貫通してちょ、あ全然ダメだ。ウェイ2つぐらい欲しいんか。一応サマソが溜まったんでね。あーパッパッパー、そうこれこれこれ、最近多いこれ、タッチペンの反逆事件。反逆というより仲良くできてないんだけど、タッチペンくんがこうレーンから外れてしまう現象に名前を付けたいな。落ち込ん先輩だからタッチペンなんとかみたいなね付けたいですね。そう、あと僕のね、あの YouTube でナッチって検索して、いろいろね検索候補出てくれるのはありがたいんですけど、このおこちんって何？ナッチおこちんって何？落ち込んじゃないのこれ。おこちんとは一体？これからおこちんって呼ぶよ、あいつのこと。まあそれはそれで面白いですけど。さあドラキュラゲットです。ぜひ持ち帰りたいところ。周遊さんですね。ここはね、使っちゃいましょう。サマソ、アテナちゃんの尻尾とは一体。そう、モンハン知らない方のために説明するとね、サマーソルト尻尾攻撃っていうのは、リオレイヤーが宙を一回転してこうね、一回転というか半回転、なんて言うんでしょうねのけぞって空中でね一回転して、でなんかハンターを毒にするっていう技なんですけど、果たしてこれを継承したキャラはどうやってやってんのかっていうね。確か公式のイラスト図ではなんか後ろからこうハーですかね、グラビティ打ってましたけど、そのキャラクターがその技を使ってるとこもね想像したいよね。勝て勝て、じいさん勝てよ。だが今更盾を張ったところであんたは終わってます。光の大移動。おっと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 。HP バッチにしたんですけど、風神がね2枚いて、しかもターディスで延長が入るんですごい操作時間は長いですね。それがゆえに風神がバインドされるとめちゃくちゃ短く感じます。あんたらはね
ガクルックス。正解です。奇跡、奇跡の正解。え、気候竜の名前当てクイズ結構難しいと思いますよ。てかスペダンジュ難しいですよね。そういうクイズをやってみたいんだけどね、難しいよね。さあ、なんだかんだプレドラまで来ました。プレドラはアテナ使えばいいので、この様子じゃとても貫通できませんので、一旦貯めれますね。一旦貯めておきましょう。次に、あーでも次もまあソニアグラン出たら意味ないんだけど、一応ね調整したい的ではあるよね。火を消してしもうた。さいなら。なるべくソニアグランがいいですねって言うとゼヘラが来るのは知ってます。お、マジでこいつはなんとなく分かってる。適当、嘘、適当。多分ね、多分ウェイ入れずにこれでちょうどいいと思う。7になっても大丈夫。ほうれい見ろ、素晴らしき、素晴らしき。なんで倒します。そう、今日なんかねテンション高いというかトークがうまくいきますね。たまにあるんですよ、もう何も喋れん時、何も喋れん時の動画って基本的に数日マックの中で眠って、まあ、今日の動画これでいいやみたいな感じで上がるんですけど、たまに皆さんも感じると思うんですよね。こいつなんか今日全然喋らんなとかさ、今日のこいつクソやなみたいなあると思うんですけど、僕にはあって、一応ね声が出る人、こうトークができる人、いろいろあって、でこのねトークできる日に撮る動画のこのなんだろう、やりやすさというのはもうない、ない、素晴らしい、ありがたき。お尻、これはお尻、こう話が弾まない日というか、もうこの現状を伝えること以外に何もトークが出てこない時はねマジで辛い。なんで今日はすごくね撮りやすい日ですね。第17回、ドスン。意外と回復力はねあるんでね、スキル使えば上がりますし、アテナちゃんもね1200ありますから。10万も回復してしまいますんで、ありがたいことに。めいめい、これ封刃必要なかった説がありますね。多分パールなら調整できるんだよな、そんな難しくないよな。7コン来ないのはまずくなかったね。これがウェイ力、まあ、こいつ貫通してましたけど、7コンもじゃなくてもいいんだぜって時はウェイが強いですね。なかなかないですけど。おで今度来るリーダースキル無効杯がブレスゲーじゃなかったら、もしかするとウェイ杯ワンチャンありますよね。ないか、キラーか、キラー杯になりそうやな。はい、封刃が意味がなかった瞬間でございます。1枚使ってもいいよね。まあでも使ってもヘイストにしかならんので、一旦待ちますか。トン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 。てか目覚め消されたやんけ。おいスイートデビル、お前の目覚め嬉しくないんだよな。これさ、ガイアドラゴンとか来たらどうすんの。殴り合えんじゃん絶対。もうヘラドラ一点狙いみたいなとこありますよこれ。ヘパ絶対無理だからね、ドロピョーしかないからね。お分かりいただけるだろうか。もうちょっと編成を考えた方が良かった。アルテミちゃんとかね欲しかったとこですねこれね。もしやもしや、今こそテミちゃんっていう可能性はありましたね。キドロップを大事にしていて、でここでブブを弾いていく。全然違ったわブブが出るかも分かんないのにブブの話をして、しかもドラゴンフロアだったっていうね。光吸収ですよこれ、消えちゃうよね。こうしようか。はい、7コンボにならない、軽減ないから怖かった。
あ、でもブブは来るんだね。ありがとう。はい、君とアリエルってことで、とりあえずここ突破して、理想はヘラドラ、時点でノアドラかな。ゼウでもいいぞ。あ、終わった終わりました。さようなら。無理に決まってんだろうがよ、こんなんよ。どうしろっつんだ。ドロキョーして何か変わりますか、戦況が。なんならカーリーもダメだぞこれ。とりあえずタージス貯めて、いや厳しいと思いますよ。見てきましたけどこのパーティーね、数十分間ウェイにして、うん、光も消したかったね。7コンボ組んでみました。さあどうだ。あ、めっちゃ硬い。もうガッチガチガッチガチのカッチガチやんこいつ。ヘパイストスってキャラクターは確かね、キャラクターというか神様はね、足が悪いんですよ。だからこんななんかヘビみたいなさ、ドラゴンになっちゃったのかもしんないけど、足が悪くて、でもアテナが大好きなんですよ。で、大好きなアテナちゃんに、こうね、思いを伝えたい。しかし足が悪くて逃げられてしまう。ただ彼は執念で追いつき、アテナの太ももだったかな？そこに、あれをぶっかけたっていうね、神話があるんですけど。なんでそんな神話はさ、カオスなことになっとんだっていつも思うんですけど、そんなね、ヘパドラに負けてしまう事態が発生します。どうあがいても無理だよこれ。何か仮にね、変換があってもね、厳しいものがあるよ。ドロキョ頑張れ、ドロキョ。まあオシリスだったらまだワンチャンありましたね。今回ちょっとヘラチューンさんが出ちゃったんで、ちょっとそこで希望が絶たれましたな。ってことで、まあね、戦術的撤退をしたいと思います。だからよ、運営さんよ、もうちょっと倍率をさ、くれよって話だ。な、せめてリーダースキルはもうちょっとさ、使いやすくしてくれんかっていう話です。それが超覚醒と限界突破を別にマルチ対応にしても、そんなに環境変わんないと思う。無効貫通が増えすぎるのどうかと思うけど、ビボビボということでした。はい、なんでね、まあちょっとドロキョーでエバドラ来たっていうのもちょっと運が悪かったんですけど、終わりましょうか。最後にね、もう一度言いますが、福岡行く方でボーマ開ける方はぜひ連れてってやってください。よろしくお願いします。以上、ナッチでございました。バイバイ。